トラベラーチャンネル、皆さんこんにちは。いつもトラベラーチャンネルご視聴ありがとうございます。今日はですね、なんで高いの海外航空券ということでお伝えをしていきたいと思います。毎週金曜日は海外専門旅行会社 JST の後藤が旬なですね、海外旅行の情報についてお伝えをしていきます。よろしくお願いします。お伝えする順番ですが、価格設定の仕組み、そしてフライトの便数、燃油サーチャージ、まとめという順番でお伝えをしていきたいと思います。なんでね、最近海外航空券が高止まりしているのかということについて解説をしていきたいと思います。まずですね、価格設定の仕組み、これが肝の部分になってくると思うんですが、これがですね、どういったものなのかというところなんですが、こちらに出てますダイナミックプライシングというものをとって今価格の設定がされています。なんぞやということなんですが、ダイナミックプライシングは市場の需要と供給のバランスに合わせてですね、商品やサービスの価値を変動させるというものになりますので、一例を挙げますと、閑散期には価格を安くして、一席でも多く売り出し、そして繁忙期には価格を上げて、閑散期の薄利分の利益を補ったりとか、あとは利益の拡大を狙うというものになります。結構ビジネスの戦略としてはいろいろな分野で利用されていて、多くはこういう航空会社とか、あと鉄道会社とか、あとはホテルの宿泊施設なんかですね、によく取り入れられているものになります。なので、ゴールデンウィークの時に、大型連休に合わせて航空券代金が高騰するとか、年末年始高騰するなんていうのは、このダイナミックプライシングがしていると。身近なところで言うと、スーパーが閉店間際にお惣菜を安くするとか、それもダイナミックプライシングの一つということになります。でも最近では、最近って言ってももう何年も経ってますが、もう AI でですね、もう掛け合わせてこういったものを導入している会社がほとんどで、過去の販売実績とか、在庫状況とか、そういうのだけじゃなくてですね、イベントですとか天候、あとは競合とかSNS とか、そういったものをすべてですね、こうビッグデータと掛け合わせて、最適価格を瞬時に決められるようになったと。なので、もう何年も前からですね、私どもそういった航空会社の営業の方に、だいぶこれ料金高いですけど、なんとかならないんですかみたいな話をしてもですね、AI が決めとりますので、みたいな感じでですね、やっぱりもうだいぶ前からこう AI がそういった価格をこう決定するっていうのが、取り入れられてるっていうのが、特に航空業界であるというところであります。ですので、そういったダイナミックプライシングという部分で価格が決まっているんだなっていうところを一つご理解いただければなと思います。続いてですね、フライトの便数ということなんですが、先ほどもダイナミックプライシングのところで出ました需要と供給。フライトの便数っていうのは座席の供給数ということになりますので、これがどれぐらいのものなんだというところなんですが、現状こんな感じで国土交通省のデータを持ってきたんですが、で この辺がコロナ禍って感じなんですけど、2019年のウィンターと2023年のウィンターということで、冬っていうのはだいたい10月から3月を指して、サマーっていうのが4月から9月というふうに考えていただければと思うんですが、1週間日本のすべてのですね、地方の空港とかからですね、国際線が1週間で5,219便、2019年は飛んでましたと。今2023年は4,311便と。ということで、大体 82% ぐらいですので、2割弱、以前よりも供給数が減っているということになります。このあたりがですね、やはり供給数が少なくなっているので、当然価格にも高く反映してしまうっていうのが、便数が少なくなっているがゆえにそういうことが起きるんだなっていうのも一つの要因になりますので、その辺も、便数がこう価格設定に高い影響を及ぼしてしまっているという部分になってきます。続いてですね、燃油サーチャージ、もう皆さんお聞き及びかと思いますが、2019年はこんな感じでした。こんなに
安くなればいいなという感じなんですが、現状2023年の12月にの2023年の12月と2024年の1月の燃油サーチャージはこんな感じです。まあ、日系の航空会社を元にちょっと出しております。まあ、各航空会社によっても違ってたりもしますし、まあ、燃油サーチャージを設定してない航空会社なんかもありますので、ご注意が必要なんですが、まあ、こういったこれだけのですね、価格差が出てると、ヨーロッパに関して言いますと7万3000円も高くなっているということですので、まあ、これだけでもですね、まあ、ハワイの部分でも本当に簡単に5万円ぐらい料金差が出てしまうというところですので、なんか最近航空券高いよねっていうのは、まあ、こういった燃油サーチャージとかをね、こう全て含めたところで考えると、当然これだけ燃油サーチャージ、まあ、オイル代金が高くなってるっていうことで全体的な金額が上がってしまうということも一つの要因というふうになります。はい、まとめていきたいと思います。まあね、なかなか今ね、あの取れる航空券代金はこれですっていうことで言いますと、まあ、高い安いっていうのがすごく言い難いんですが、また、まあ、基準をこのコロナ前で見ていくと、やはり、まあ、航空券代金っていうのはだいぶ高騰してるなっていうのは、まあ、肌感として皆さん感じられているかと思います。で、実際に、まあ、そういった高いなと思っている金額でも、まあ、やはり結構座席が埋まっているということはですね、需要と供給にマッチしているということですので、まあ、その高い金額でたくさん購入されるお客さんが多いんだというのも一つ言える部分になると思います。ですので、まあ、このあたりが、まあ、先ほども言いましたように、まあ、フライトの便数とかがですね、もう少し増えてきて、で当然同じ都市に他さまざまな、ね、航空会社がこう就航することになりますと、こう価格競争が起きてきたりとかですね、そういったことでだんだんと値頃感のある、まあ、金額のフライトが増えてくるということになりますので、今もね、早めの予約とかそういう形でやっていけば、そんなにこう割高じゃなくね、取れたりすることもありますし、まあ、各航空会社こうキャンペーンを出したりする時もあるので、まあ、そういうのを狙って取れれば以前と変わらないような金額で の予約っていうのももちろん可能になっているので、まあ、そこはね本当に、まあ、予約のタイミングとか、まあ、あとはその出発の時期とかによっても変わってくるんですが、実際にまあそうやって料金を決めているっていうのは、全てのですね、需要と供給のバランスで金額が決められているということを考えますと、今高いなと思っている金額はそうでもないなと思って買ってる人が大多数だから、あれぐらいの料金だということが、まあ、海外の航空券が今そういうふうに高いなと思われる金額で止まっている、まあ、事実になるかと思います。もう少しね、この2024年は多分4月のねサマースケジュールになってくると、便数もですね、就航する航空会社もどんどんと増えてくることが、まあ、予想されていますし、そういった計画もどんどん発表されていますので、まあ、そうすると供給数が増えて、だんだんと寝頃感のあるですね、フライトの運賃が出てくると、まあ、そういったことをですね、海外旅行好きの皆さんは期待しているのかなと思いますし、私もそのようになることを願っております。この動画がですね、役に立ったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価の方をお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。